ってなんかもうちょっとお酒飲みやすい、今の若者でもなんか飲んで飲めるようなカクテル。生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。よろしくお願いいたします。今日はね、ヨートさん。ヨートです。よろしくお願いします。すごい昔から見てました YouTube。ありがとうございます。ハイボールの作り方で、こだわりのハイボールの作り方とか、ちょっと見てました。ちょっとおしゃれ空間すぎて。もうね、むせちゃうみたいなね、そう。バーテンダー YouTuber っていうんですかね。じゃあ、元バーテンダーとして勤めてたんで。そう。で、そういうお酒の作り方とかをすっごい上手にね、説明して、ずっと見てたから、今日はぜひともね、私たちロシア人としてお酒っていうのは切っても切り離せへんやんか。もうロシア人といえばもう飲んだくれというところがもうすっごい世界にイメージがあるから、まあ、ぜひともお酒について、ちょっとお話聞く件、ちょっとお世話になりたいことがありまして。もうぜひぜひ。まあそれが、ボッカ。ボッカっていうのはロシアのお酒なんですよ。はい。知ってるわ。いや、そんなん言うけど、ボッカって、つい最近まで、ポーランドのものかロシアのものかで争ってて、1982年に、国際裁判したんですよ。本当よ、ポーランドがうちのもんやって言うから、これは裁判だって言って、国際の裁判、ソ連時代にやって、やっとつい最近、1982年に、ロシアが勝訴して、ロシアのもんだってロシアのもんかになったんですよ。全く同じ話を今日僕しようと思ってました。あ、本当。先にされ。ごめんなさい。いやいや、大丈夫。でも、もう飲まへんやん。ロシア人も最近僕は飲まないんですよ。なんか言いますよね。濃いんで、ちょっとやっぱ最近はどっちかというともうワインとかビールとか。なので、なんかもうちょっとおしゃれで飲みやすい、今の若者でも飲んで飲めるような。カクテル？カクテルいいです。カクテル。こう混ぜたらカクテルですか？この蒸留酒に何かプラスで材料が加わったら、カクテルってなるんですよ。実はハイボールもカクテル。カクテルなんだ。すごい。あ、じゃあもう何だってカクテルにできますね、もう。いや、もうそういうこと。外のものはカクテル。そういうことです。じゃあぜひ、それ、なんか、おすすめあります？そうですね。やっぱり、ウォッカって特徴が、他の蒸留酒、例えばジンとか、ラムとか、テキーラと比べて癖が少ないですね。なので、カクテルにはめっちゃ使いやすいんですよ。ああ、知らなかった。なので、まあちょっとウォッカを使って、まあ本当に簡単に作れるカクテル、まあスクリュードライバーっていうね、まあウォッカを本当にオレンジジュースで割るだけなんですよ。オレンジジュースが基本的に量を占めるんで、やっぱ飲みやすい。ただちょっとやっぱり僕としてはもっとバーテンダーなんで、通常のウォッカオレンジジュースで割るだけだと面白くないんですよ。なのでちょっとアレンジレシピも考えたので、まずは普通のものを作って、ちょっと、そのアレンジレシピをお二人に。飲み比べをする感じですね。そうですね。いいなぁ。はい。じゃあ、ちょっと2種類、ちょっと作っていきましょう。で、やっぱり重要なのは、まず氷なんですよ。氷？で、僕、自宅で透明な氷作ってて、ちょっと用意してて、今日。あらあ、すごい。そんな。これどうやって？水道水で取れるの？そうなんですよ。水道水なんですけど、これ綺麗な部分だけが透明になるんで。なんかさ、でもさ、気泡みたいなのが入ってない。こうやって出てくるんですよ。いっぱい出すんだね。よく出してよ。じゃあ、出します。しっかり出して。まだ。分かっちゃねえの。じゃあ、ちょっと早速、とりあえず。高そうな、また、こんな。まあ、でも、そんなに高くないですよ、全然。1500円ぐらい。嘘。なんや、じゃあ、割っても大丈夫。ダメだよ。で、まずは、ウォッカを、ちょっとせっかくなんで、30ミリぐらいまで。直で入れるのは、基本ダメなんですか？いや、まあ、せっかくだったら測った方が。ちゃんと測るためにって、僕、じゃあこれ、測りなんですね。そうなんです。どうやってでもやるんですか？僕、2本指で、こう、持って、ここでこう、パッとする。で、これで、次、45までを2回。美味しいオレンジ 100% 果汁ということなんですけど、これはどうなんでしょうね。還元濃縮なんでしょうか？それとも、どういうタイプ？あ、いい、うまいうまい。嘘。ごめん、見てなかった。還元濃縮かどうかがちょっと気になる。やめなさい。やっぱり還元濃縮はちょっと安く作られてる。100% なんで、これも。でも、美味しいよね。なんで、合計90ミリ。これ、バースプーンって言うんですけど、これで、要は全体を冷やしていくんですよ。こう回すんですよ、こう。氷がこう、どんどん回って、液体とグラスがどんどん消えていく。なんか冷やすのがやっぱ大事なんですよ。そうなんですよ。やっぱね、温度下げるってめちゃめちゃ重要で、これが、まあ通常の本当に簡単なスクリュードライバーなんです。今からアレンジの方、次はちょっとこうアレンジレシピということで、まずはここにウォッカを同じように 45mm、 はい、はい、お願いします。すごいね、さっき30やったけど今度45やからその1個上やってた、うん、で次はオレンジジュースを45よりもちょっと上ぐらい、まあ、50mm ぐらいですね。ここで登場するのが蜂蜜なんですよ。じゃあそれを、じゃあこれをちょっとこうここにそのままもうもうちょっとだけ、はい、 OK。 ここでシェイクしていくんですけども、これグラス冷やしてるじゃないですか、葉巻、うん、みたいなん出してきたではい、これがこれ大丈夫、なんか YouTube でできるやつ全然 OK です。全然シナモンスティックな、はい、何をしてるかというと、このグラスにちょっと香りをつけたいんですよ。グラスに香りをつける、味とかじゃなくて香り、香りなんですよ。なんかこれだけで超おしゃれ、おしゃれやな。どうやるんですか？これを要は炙ってるんですよ。煙が出るからこれをこんな感じで、この煙でグラスをこう香り付けしていく。でこの間にシェイクをしていきます。じゃあやっていい？これ結構難しいんですよ。飛ばないようにこう親指でここを押さえる。ここを押さえる。そうそうそう、そしてそして、オッケーオッケー、いい。それで何を混ざってええねんぞ。いいいいいい、うまいうまい、かっこいい感じよ。めちゃめちゃいい。やっぱ似合いますね、やっぱりね。やっぱ似合う。でもね、やっぱこっちの方が得意。ああ、こっちの方がね、まあ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 得意な。はいはい、いいんじゃないですか。バカ野郎。あれちゃん、どうやって振るの？振ってみたい。あれちゃんなんかこんなんするよな。ああ、いいいいいい、そんなんうまい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 。恥ずかしいやろ、かっこつけってなるから。でこれで完成なんですけど、ここでちょっとグラス、先シナモンで準備したと思うんですけど、ちょっと香りを嗅いでいただきたくていきますよ。もうするけどな。あ、いい、あっ、すごいね。これのさ、煙の匂いと全然違うわ。そう、シナモン自体の匂いが強いわ、これ。ちょっとエロい匂いがします。エロい匂いしますか、これ。ほんまや、その目がムラムラしてる。いや、そこまでじゃないから、そこまでじゃないから。でここでとりあえず開けて、ここに注いでいくんですけど、なんかね、氷が小さいのつぶつぶが出てくるんで、これで壊れちゃってね、中で。あ、いい感じ。そうそうそうですそうです。いい感じなんですか？いい感じです。切れ目入れてるんで、ここのグラスに。そうそうそう、そんな感じで、はい、こんな感じです。ということで、これがさっきのスクリュードライバーのちょっとこうアレンジを、アレンジスクリュードライバー、そういうことです。シナモン風、はい、イエイ。いやでも全然見た目違いますね。ちょっと飲んでみよう、違いをね。ちょっと、はい、普通に美味しい感じの、飲みやすいな。いただきます。ちゃんと食リポしいよ。お酒を食リポは難しい。いや、それかかってんの、今後の芸能人生がかかってんの。あんた、あ、全然違う。蜂蜜の味が結構濃いです。濃いめっていうか、お酒も感じられるし、でも結構甘いから、これも飲みやすいですね。そうですね。名付けてロシアンスクリュー蜂蜜。なんかせめてハニーなんちゃらとかチーム飲んでみ、飲んでみる、飲んでみたい。いいね。なんかやっぱ冷えてることが何が大事かが分かるわ。なんかもう冷えてるのが幸せ。飲みます。はい、とかやめてね。おお、なんかね、ロシアって風邪ひいた時に紅茶に蜂蜜とかを入れておばあちゃんに飲まされるんです。ラズベリーとか入れてね、お茶とか紅茶系が結構いい。それに似てる。あ、本当ですか？うん、だから名付けてロシアのばあちゃん。ロシアのばあちゃん。そう。飲みたくない。そんなの飲みたくない。蜂蜜要素全然ない。オリジナルカクテル初めて風邪薬って言われました、僕。てかちょっと待って、冷静にクソ失礼よな。いや、美味しいね。ロシアの風邪薬美味しいからマジで。風邪薬でいけます。そうなってねえから。なんか口説いてる女性にこれを買ってあげたらいいかなって思う。ちょっとオシャンティーな感じのスクリュードライバーで、これでね、ちょっとなんかロシア人の若者もこれからまたこうウォッカ飲んでくれるような人たち。いや、あかんよ、ロシアは今ウォッカなるべく飲まんように夜11時以降とか CM したらあかんねん。10時以降。ああ、そうなんですね。10時以降は確かに厳しいんですよ。今フィットネスブームやし、やっぱロシア人はもうちょっとこう元気にならなければならないという理由で、プーチンが頑張ってるのに酒を飲まんように。ああ、そうなんですね。いやでも本当ウォッカはね、歴史あるよ、すごい。ソ連とかの時も禁止されたの。ロシアはソ連社会主義共和国やから、社会主義共和国じゃない。ノイパラできた。社会主義やから、これ本当に大丈夫なやつですか？だから何も面白いことなくてみんな酒を飲むっていうのにもうありふれてしまって、うん、こういう酔っ払いが増えて、はい、なんかゴルバチョフがな、禁止したねんな。そしたら、ロシア人はあれに荒れてタクシーの運転手とかはこっそり買い占めたウォッカとかをトランクの後ろに乗せて、うん、みんなに高額で販売して回ったりとか あとサマゴンって言って自分らで作るんですよ、お酒を家でこうなんかほんまに点滴の管みたいなのいっぱい通してやつをやったんでポトポトポトどうしても飲みたくてお酒がない時は香水飲んでたよね。そうなんですね。口臭が香水みたいな。すごい。これもう一つ作りたい。もう一つあった、はい、なんかめっちゃ簡単なもんなんですけど、やっぱ日本でウォッカちょっと飲む人増えたらいいなっていうことで、ウォッカってレモンサワーに使うんですよ。自分で作れるんですか？作れます。もうレモンありますし、ちょっとこだわりの、レモンサワーちょっと作っています。でもサワーなんですね。炭酸になるんですね、はい、炭酸です。いいですね、炭酸好き。ビールは好きやもんな。ビールは好きなんですか？そうそうそう。基本的にビールしか飲まないですよね。そうなんですね。プラスはハイボールだよね。ハイボールもうだからトリス結構飲まれる。だから家でね、もう一人でアマゾンプライムで私んち見ながらハイボール。私んちいいね。私んち大好き。いいね、何も考えんと見れるからさ。こんなエピソードどうですか？情熱の赤いバラ。はい、それでは作っていきましょう。まずは、やっぱり氷がね、すごく重要なので、グラスに氷を。結構難しいね、これ。なんでそんな真顔なん？ウォッカを注いでいきましょう。はい。この30、この上から2本目の線のところまで。オッケーオッケー。いい。いい感じ。いい感じ。なんかさ、すごい幼稚園児になった気分。みんなに褒められるやつ。いい感じやね。レモンですね、次。レモンを、これ僕いつも6分の1カットするんですよ。はい。で、このまま絞っていただいて。そっち向きでいいんですか？唐揚げはこっちから絞りますけど、こっち向きがいいですか？はい。ちょっと後でそれを話します。わかりました。いいポイントついたっぽい。で、これで、ちょっと私の手で拭いたよね。ビタミン C やからな。ビタミン C じゃねえ。ありがとうございます。で、今、ウォッカとレモンジュース入れたんで、冷やしていきます。でもいい匂いしますね。もうレモンすごい強いですね。レモン酸、はい、OK ですか。はい。炭酸水を注いでいくんですけど、炭酸が抜ける理由っていろいろあるんですよ。要は急激に温度が変化すると、炭酸抜けたりとか、あと衝撃を例えば降ったりしたら、なのでこの液体めがけて注いでいくと急激な温度変化もないし、いい。素晴らしい。ブラスすごい。素晴らしいわ。はい、それぐらいで。ほんで混ぜるんですか？ちょっとだけ、これも衝撃加えすぎたくないんで、ちょっとだけ。オッケーオッケーオッケー。そうやろ。新宿のママがやってんの見たことあんねん。こうやんねん。で、これを、これで一回まずちょっと匂っていただきたいんですよ。ヒゲ脱毛したんですか？いや、剃ってます。嘘。めっちゃ肌綺麗でヒゲ。そんなレモンの匂いそんなせえへん。急に話変わるんです。すいません。早いです。切り替え。ヒゲの流れまだあんのかな。脱毛したんかなっていうぐらい、その下ヒゲが綺麗やねん。すごい。そう。ちょっと香りを。あまりなレモンの匂いせえへんかも。確かに全然しないですね。で、バーテンダーってレモンの果汁よりもこのピールって言ってレモンの皮を重要視するんですよ。これで。すごい、そんなやり方初めて見た。で、これを今から、これ普通に光、正面なんですけど、光ね。これこう、ここで、これちょっと見といてくださいね、これ。見てくださいね。すごい、めっちゃもうプシューって。見ました？めっちゃプシューってなってますね。で、ちょっとグラスのこの口元、こうちょっとなぞっていただいて、で、そのまま中に入れて完成です。全然大丈夫です。グラスの指の味を。本当だよ。はい、OK です。完成。素晴らしい。香りが全然違う。めっちゃしますね。そうなんですよ。でもほんまになんかレモンサワーの缶とか開けた時のさ、強いやつ。なんかめっちゃ夏にぴったりみたいな。肉料理と食べた。肉のさ、なんか油っぽい肉を食べてこれで流し込みたい。体にも良さそうやし。すごいな、こんな簡単に作れるんですよ。そうなんですよ。驚きも物気でした。素晴らしい。すごい、ありがとうございます。ちょっとこれハマりそうかも。本本当、うん、あ、本当ですか。ビールじゃなくてこれを飲むようになりそう。はい、ということで今回はヨウトウさん、ウォッカのカクテルの作り方、うん、教えていただいて、みんなもぜひ家で作って飲んでみてください。ほんまにきつくないから、だから子供でも全然飲めると。いや、ダメです子供には飲ませないでくださいねみんなも真似して作ってみてください。ヨウトウさんのチャンネルでもね、この後おしゃべりする動画、はい、アップさせていただきますので、はい、以上現場からお送りいたしました。